魚津大火は1956年9月10日に富山県魚津市で発生した大火災である。魚津市内では江戸時代から終戦直後にかけて大規模な火災が数回発生したが、ここでは前日の1956年大火について記述する。9月10日19時45分、新城寺町の名屋から出火。20時に通報を受けた。 消防車が着いた頃には、隣接する大劇映画館にまで延焼していて、手がつけられなくなっていた。当時の市街地は、木造建築が多い上、道幅が狭く、思うように消火活動がはかどらず、さらに何度も不幸が変わったため、たちまち新名商店街や市街地北部へ延焼し、あっという間に市街地北部を焼け野原にしてしまった。北日本放送ラジオも、 台火の状況をラジオで放送していた。台風第12号の震度当時は、九州西方海上を通過した大型の台風12号が日本海を北東進しており、本州の日本海側では台風通過後のフェーン現象により乾燥した強い風が吹き続けていたので、非常に火災が起こりやすい状況であった。以前にも1954年9月の 東山ル台風による北海道岩内町、1955年10月の台風22号による新潟市、さらに1956年8月には台風9号による大館市など台風に伴う大火災が頻発しており、この時も警戒されていたが、買いなく大火となったものである。その上、市街地内にある唯一の自然水利だった鴨川が、 上流の発電所の水路補修や水田への導水のため水がほとんどないという始末であった。当時の市内には157機の消火栓もあったが、火の周りがあまりにも強く避難を余儀なくされ、消火栓を開けっぱなしにしてしまったため、消火栓の水圧が下がってしまい、効果的な消火はできなかった。さらに各地で飛び火による火災も発生している。この大火により、富山県は、 災害救助法を発動し、救助に当たり、周辺市町村から消防車100台が駆けつけ、金沢に駐屯していた自衛隊も出動する事態となった。翌11日午前2時10分ごろに鎮火。魚津市によれば、消失個数1583個、理災者7219人、死者5名、負傷者170名、被害総額75億円という、 魚津市史上最悪の火災被害となった。出火の原因は、放火、火の不始末、自然発火などいろいろな説があるが、結局、現在もはっきりとした原因がわかっていない。沈下後、魚津市は国および県の支援を受けつつ、火災復興計画として、不燃都市を目指し、6年をかけて、土地区画整理事業による大型道路、下水道事業、公園、 墓地の造成などを遂行し、近代都市として生まれ変わった。ウオズ大化復興50周年記念誌ウオズ大化の記録9ページでは、以下の5名が犠牲となっている。など、以下の文化財が、大化により消失している。なお、貴重な郷土資料である、ウオズ古今記は、日本が石川県金沢市の図書館に所蔵されていたため、被害を免れている。市はこの大を受けて、 早月川右岸に100個の仮設住宅を設置するなどした。消失した村木小学校の児童は、大町小学校や本校小学校、東部中学校、西部中学校、魚津高等学校、道下公民館で分散授業を受け、西部中学校の行動も理災者に開放された。さらに、試練合婦人会の炊き出しや、試練合青年団の焼け跡整理なども行われ、 全国から義援金や救援物資も送られてきた。このほか富山赤十字病院から退化直後より医師3名、看護婦4名、学生5名を派遣し、村木小学校に救護所を設置し、診療に当たった。9月24日までに19個、半162名が派遣された退化後の都市計画により、中央通商店街、新城寺町商店街は、 鉄筋コンクリートの近代的な商店が立ち並ぶようになり、市街地を貫く幹線道路も整備され、近代的都市に生まれ変わった。1962年に全ての復興事業が完成した。また、1958年に富山県で国体が開催された際、昭和天皇皇順皇后が村木小学校屋上から火災復興状況を見学した。 市内の復興については、前述の通り被災した丸八も、佐藤工業の下請けによる、中央通りの復旧事業や、群馬県のコンクリートブロック専門会社から作業員30人を呼び寄せるなど、尽力している。ありがとうございます。